どうも、クーリンです。本日の動画は、公式グラブが1700円で買えちゃうという素晴らしいサービスをご紹介したいと思います。今、公式グラブを新品で買うと、どこもだいたい6万円ぐらいはしますよね。そのグラブが1700円使えちゃう。そのメーカーが、こちらです。ドーン!純慶グラブ!こちらのグラブは、グラブの聖地と呼ばれている奈良県の三宅町にお住まいの吉田さんという職人さんが立ち上げられたメーカーでございます。まあ、過去にはクーリン TV でも取材させてもらいましたけれども、グラブには相当なこだわりがあると。まず純慶グラブ見てくださいよ、もう。顔がいいでしょ、顔が。しっかりとね、掴める仕様になってますよ。すごいツヤツヤのしなやかなね、弾力もあっていい革ですよ。これ。HFB レザーっていう革です。キップっていうのはもう格子の革で、まあ柔らかくてしなやかなイメージの革で、ステアっていうのが大人の牛の革で、あの張りがあって弾力があって、まあしっかりしてる、両方合わせ持ってるように作られてるのがこの HFB レザーっていうオリジナルブレンドの革なんですよ。この純慶グラブ、通常はですね6万円するんですよ。その6万円するグラブがなんと1700円で買えちゃう。それには秘密がありまして、サブスクなんです。そうなんです。今回ですね、純慶さんがグラブのサブスクサービスを始められまして、そのサービス名がグラレント。まあ、こちらは全野球人が対象のサービスなんですけども、メインターゲットとしましては中学校を卒業してこれから軟式から硬式に移行するっていう段階で、グラブが軟式から硬式になる、ただ今値段高いですよね。そういったユーザーのためにですね、まずはグラブをレンタルして低価格からいいグラブを試せる、そのサービスがグラレントです。この前の1月のロケでもね、このグラレントのサービスを使ってピッチャー用と内野のグラブをですねお借りしたんですけど、グラブ選びに失敗しないように低価格から硬式野球が始められるようにという願いを込めて作ったのがこのグラレントというね、素晴らしいね、思いがね詰まってる。でまあ、タイトルでもあるようにね、1700円で月額使えるんですけど、まあ、それは2ヶ月目以降からの話で、1ヶ月目は7800円かかるんですよ。初月は7800円で、2ヶ月目以降が1700円かかってくると。1回レンタルしたグラブに関しては最低1年間は使わないといけませんよ。もし1年以内に解約する場合も1年分の料金はかかってくるので、なんで費用的にはね2万後半ぐらいはまあかかるのかな、全体的には。ただ6万円のグラブをね2万後半で1年間使えるってすごい魅力的ですよね。例えば高校3年間使ったら、実際ね使用する期間っていうのは28ヶ月ぐらいじゃないですか。28ヶ月使っても6万円のこのグラブ新品で買うよりは費用が安いですよね。ちゃんとこうしっかりとね、このグラブを使いたいっていうのを選ばないといけないんだけども、ただ物は本当にね、新品、ド新品のものを借りれて、で、片付けに不安な方はですね、片付けのサンプル動画っていうのも吉田さんが用意してるので、ある程度その動画を参考にすれば、いい形もできるっていうね、本当初心者に嬉しいサービス満点なんですよ。で、結構ね、みんながですね、気になりそうなことは全部ですね、このよくある質問に公式サイト書いてるんですよ。でさっき言いましたね、サブスクの最低期間っていうのはですね、まあ1年で解約できるのは13ヶ月以降ですよってことはもう書かれてます。で、新品のグラブと中古のグラブで契約期間に関しては違いますかみたいなこともあるんですけども、これはもうどちらも1年間、グラブの複数レンタルはこれできないっていうことで、もしね2つの場合はですね2契約というふうになるっていうことも書かれてます。あとね、もうこれもなんですけど、まあ契約期間は1年経過してないんですけども、グラブをね、他に交換することできるのかっていうね、これもね、ちょっとできないんですよ。まあ、僕ね、これ本当はね、要望としてはですけども、サブスクしたらグラブのね、交換とかは、まあ、1年に1個とかならね、実際やりたいですね、正直。まあ、もしかしたらね、ポジションチェンジとかもあるかもしれないじゃないですか。可能とかなったら嬉しいけどね。まあ、これはちょっと、今そのサービスはないんで、もう要望をちょっとね動画で言わせてもらいました。でグラブがね壊れてしまった場合っていうのは、これ別途ですねやっぱり代金はねお支払いいただくようです。で壊れてはないんだけど、紐が切れた場合っていうのもですね、これはもうね3ヶ月以内なら純慶さんの方で直してくれるんですけど、それ以降に関しては僕たち
借りてる側の負担になるようですね。ただね、紐とかね、ほんとほとんど切れないと思いますね。純金グラブ僕使ってて切れたことまずないですし、そもそもね、この糸がね、アラミド糸っていうのを使ってるんですよ。純金さんのこの六角形マークのグラブは全部ね、そのアラミド糸っていうのをね、採用してまして、通常の糸よりも強度が3倍なんですよ。ウェブ紐って言われるね、ところ。これもですね、よく見てもらったらね、ステッチが入ってると思うんですよ。紐の中にてん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 ってこうね、真ん中縫われてるじゃないですか。これってもう純慶さんが衣装登録っていうことをやってて、純慶さんしかこのステッチ紐っていうのはもう使えないんですよ。他メーカーさんはもう使えないような仕様になってて、なんでね、これ新品なんですけど、最初からもうこのぐらいね、紐がね、緩めにつけられてるんですよ。普通このぐらい緩いともう伸びてきちゃうじゃないですか、紐が。でも純慶さんの糸っていうのはもうステッチ紐なんで、そもそも伸びづらくなってるんですよ。なんでも新品からこの幅でゆるくつけてても、これ以上ねほとんど伸びることがないっていうね、素晴らしいバランスのグラブですよ。徳島のねロケ行った時も、まあ、このねグラレントで借りたサービスのグラブをこれからですね、中学校から高校に上がる子たちに使ってもらったんですけども、すごく評価良かったです。なんでね、硬式野球これから始める子でグラブね買うの迷ってる方とかね、ぜひねこのグラレントでまずはですね、お試しで一回使ってみて、その後ね購入するきっかけにしてみてもいいんじゃないかなっていうのはすごく思います。なんでね、ぜひですね、これから高校に上がって硬式野球をしたいっていう子たちで、できるだけ最初のね費用を抑えたい、もしくはですねグラブ迷ってるから、まずはねレンタルで試してみたいっていう方はね、ぜひねこの純慶さんのサブスクサービスグラレントをね試してみてください。クーニーもね、高校時代グラブねすごく迷ったんですよ。入学した当初は僕軟式グラブで行ってました。でその時ねオールラウンドのね軟式をしかなかったんで、僕外野守ってたんですけども、2個上の先輩がですね、軟式用のワールドウィンのミツノのね、すっごい柔らかいね軟式グラブをねくれたんですよ。でそれを僕はもう新チームになるまで2年生の秋口ぐらいまでずっと使ってて、でそこからねようやくね硬式用のね外野グラブをね買うっていうことに至りました。なんでね、僕の場合はね高校野球の半分はね実はミズノのワールドウィンの軟式用グラブで、ね、いただき物で、ね、過ごしたっていう経緯があるんですけど、まあ、当時ねこのグラレントっていうサービスがあったら、おそらくねサービス使ってたんじゃないかと思います。ということで今回ねグラレントという画期的なサービスをご紹介させていただきました。ぜひ使ってみてください。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。